こんばんは。こんにちは。おはようございます。そうですね。世界に。です。見てくださってるから。はい。ありがとうございます。世界とつながろう、レッツグローバル教育ですね。今日も、はい、ライブ配信スタートしていきます。今日のゲストはですね、スペインで5カ国語のマルチリンガル子育て中の幼児日本語教師、鈴鹿さんにお越しいただいてます。今日はですね、マルチリンガル子育てということで、5カ国語、どんなお話が聞けるのかね、すごい楽しみです、私も。はい、じゃあ、鈴鹿さん、今日、ごめんなさい。自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。私は、スペインに住んでおります。鈴鹿と言います。よろしくお願いします。私は今、2歳の息子がいるんですけれども、今ね、紹介があったように、5言語環境で子育てしていますっていうのは、私のパートナーがオランダ人なんです。で、6年前に一緒にスペインに来たので、本当にスペイン語1から始めた感じですね。で、2歳の息子は、私からは日本語。で、パートナーのオランダ人のパートナーからはオランダ語。家族の間では英語。そして、外に出ると、スペイン語と、あとバスク語っていうローカル言語が、あるので、その5言語で、子育て奮闘中ですっていうことですね。よろしくお願いします。すごいですね。よろしくお願いします。もう今の自己紹介だけですごい、いろんなところをね、すごい、お聞きしたいことがいっぱい出てきたんですけど、鈴鹿さんからは、日本語。で、オランダ、人のご主人からはオランダ語で、お子さんと話して家族での会話は英語を使われているファミリーはですね。で、そこからその外に出るとスペイン語とバスク語ですね。そうですね、はい、すごい。ちょっとね、バスク語が何っていう人もいるかもしれないんですけど、気になりますね。ねえ、気になりますよね。バスク地方で喋られてる言葉だと思うんですけど、どのくらいスペイン語と違う言語なんですかね。あ、そうですよね。本当に北スペインと、あとフランスも一部入ってるんですけど、バスク地方っていうのがありまして、そこで、もう古くから話されてきた言語なんですけど、スペイン語との関連性がほとんどなくてですね、すごく難しい言語だっていうふうに言われてます。ただ、標識とかも二言語表示だったり、あと、市役所からのね、お知らせとかも必ずスペイン語とバスク語で届いたりとか、いうふうな感じで、ほとんどの方もちろんスペイン語が話せるんですけれども、一応バスク語もローカル言語として残っているっていう感じですね。ご家庭でバスク語をあえて話して子供にそれこそスペイン語と バスク語のバイリンガルに育てられるご家族も未だにいらっしゃいますし、バスク語だけの学校もあります。それはもう、なんて言うんですかね。方言とはまた違って、また全然違う言語としてもう確立されてるバスク語っていう位置づけってことですよね。そうなんです。一昔前とか最近であったことで言うと、カタルーニャ州が独立するっていう記事が、ニュースがあったかと思うんですけど、同じようにバスク地方も、かなり前ですけど、10年以上前ですけど、独立しようとしてきた歴史があったりなんかするぐらい、本当にその国だけで使われてきた言葉なので、方言ではなくて、一つの言語です。なるほどですね。ということは、もう、バスク語だけを話す方々もいらっしゃる。そういう意味では、大体もうやっぱりもうスペイン王国になってますから、スペイン語は、バスク語だけしか話せないっていう方は、本当に
高齢の方でもしかしたらいるかもしれないですけど、皆さんあの両方は基本は話せますね。こうただ文化として残していこうみたいな感じですかね。そうですね、うん、イギリスのウェールズ語っていうのも本当にそんな感じで、あのウェールズの地方に行くと国になってるので、うん、標識が英語とウェールズ語なんですよね。そんなイメージでいいですかね、バスク語も、うん、そうです、そうです。だから結構この愛国心じゃないですけど、このローカルに生まれ育ってこっから出る気はないっていう方も結構いたりして、うん、だから面白いですよね。うん、なんかヨーロッパならではなのかなって思いますね、なんかね。ね、面白いですよね。なんかそれで言うと、ちなみにバリもですね、インドネシア語が、あの、インドネシアの言語としては、まあ、あるんですけど、バリ語っていうのもあってですね、バリ人の人たちが話してる言葉は、本当そんな感じで、あ、止まってますか？今一瞬途切れた感じですね。うん、なんかそういう位置づけっていうか、またちょっとね、全然違う言語で、うちの場合はもう、ちょっとバリ語はあの諦めて、インドネシア語をかっていう感じなんですけど、日本語、英語、インドネシア語の3言語で、あの、子育てというか、まあ、学んでいこうという感じでやってるんですけど、まだね、あの、鈴鹿さんとこのお子さんが2歳ということで、まだね、これからどんどん実践していかれる、ね、子育て、その語言語を使った子育てってことだと思うんですけど、今の時点で、なんか、こう、チャレンジしてらっしゃることがあるってお聞きしたんですけど、そちらの話聞かせていただいていいですか？チャレンジですか？まあ、もちろん、親もね、スイッチングしていくのがもちろん大変だっていうのは、ご想像の通りかなっていうふうには思ってるんですけど、今、息子は、まあ、やっぱり自己表現したい。自分が思ってることを伝えたいっていうことが今の年代だと、そこが優先事項になってくるので、もうね、いろんな言語が混じってます。一文の中でも、一文の中に三言語入ったりとかしてるんですね。で、なんですけど、まあ、やっぱり今は、その、言語を分けるっていうことよりも、自分が言いたいことを伝えるっていうことを優先していいのかなと思っていて、うんうん。で、もう少しね、やっぱり年齢が上がってきたときに、どの場面でどの言語を使うのかっていうのを、親が示していくことが大事かなって思ったりはしてます。で、この間実は、スウェーデンにね、私のパートナーのお兄さんが実はスウェーデンに住んでいて、で、その奥さんがスウェーデン人なんですけど、そこに行った時に、また言語が一つ追加されるわけですよ。スウェーデン語っていう。なんですけど、そう。だから、そのお姉さんは実はスペイン語が話せる方なので、その方とは遊んでるときはスペイン語。私といるときは日本語とか、で、みんなでいるときは英語とか、なんかその場面場面に応じて、どの言語を話すべきなのかっていうのをこう体験しながら、そして親としては背中で見せるじゃないですけど、口で話しながら口で見せるなんですけど、そういうことをしていくことが大事だなと思ってるんですけど、すごく大変です。ちなみになんですが、鈴鹿さんとご主人さんは、言語はその、どれくらい習得されてるんですか？ごめんなさい。スペイン語とかバスク語とか。そうですね。それぞれの、まず言語は、私は、あんまりオランダ語は話せないです。でも、なんちゃってぐらい。で、
パートナーのオランダ人もなんちゃってぐらい日本語。まあでも、やっぱりお互いのね、育ってきた国には興味があるから、そこにはリスペクトしてるし、今、例えば息子とお父さん、パートナーが話してるときに、今オランダ語でなんて言ったの、なんて喋るのとか、なんかそういう、コミュニケーションの中で学ぼうとする、姿勢は見せてます。で、なので、一番家族の中で楽なのは英語なんですね。はい。で、スペイン語は、まあ、お互いにスペインで仕事はしているので、仕事はできるレベルかなとは思うんですけど、ただやっぱ仕事で使ってるスペイン語と、普段こう、子供と接するスペイン語って違うんですよ、全然。なので、例えば私が出産した時に、スペインの病院に行きますよね。スペインで出産したんですけど、そうするとやっぱスペインの医療言語については全然知らなかったりとか、だから、うん、分野によりますよね。っていう感じですね。わかります？すごい頷いて。ビジネス用語は、堪能でいらっしゃるけど、その、お子さんと話すような、なんかこう、柔らかい言葉の使い回しとか、そういうのはちょっとなかなか違って、そうです、そうです、そうです。簡単なことだったら、もちろんできるんですけど、その仕事で使わないけど、子供がよく使う言葉ってあるんですよ。例えば、なんか、スペイン語で話すとあれなんですけど、なんか、ブロックがはまらないっていうことを、一生懸命息子がスペイン語で伝えてたんですけど、私たちはわかんなくって、なんか、例えば、本当にそんな些細なことなんですけど、多分、保育園ではよく使ってる言葉。でも、それは私たちは日常では、仕事では使わない言葉っていうのが、ギャップが出てくるのは、今、確かにチャレンジですね。わかります。わかります？それがやっぱり第二言語だからなのかなって思いますよね。こう、自然に入ってこない単語だから、こうやっぱりこう学ばないとわからないですよね。まあ、でも逆に言うとやっぱり興味のあることとか使っていく言葉が学んでいくことだと思うんですよ、大人も子供も。だから私のパートナー、例えば料理がすごい得意なんですけど、料理に関する日本語の語彙ものすごい豊富なんですよ。やめるとか。そう。なんかだから、やっぱりそういうね、興味関心のあるところから、語彙を増やして、コミュニケーションを、伸ばしていくっていうのは、やっぱり有効なやり方なのかなっていうのは感じてますよね。本当ですね。私も今、インドネシア語勉強中なんですけど、やっぱりその日常、私が日常で使うような、買い物の場面で使うような言葉とか、その自分のね、やっぱ一番使い勝手のいいというか、使い勝手のいい言葉から覚えていきますよね。多分それが子供たちが覚えていく、その単語とか、そういうのの順番とは違うんだろうなって私も、感じてます。で、お子さんは、今のところ、なんか、この言語が一番得意っていうか、そういうのって、ばらつきがあったりしますか？これが一番難しいとか。そうですね。今のところも、さっきも話した通りで、私の息子の場合はですけど、やっぱり自分がやりたいことを伝えたいっていう意欲がすごい見られるんですね。なので、結構混ざってます。だからさっき言ったように、一文の中に三言語混ざってたりもするんですけど、まあ、だんだん、なんかスペイン語で最初言ったことを日本語で言い直したりとかする時もあるんですよ。なので、なんかその、この人には、この人はこの言語わかんないんだなっていうのも、なんとなく、分かってるというか、感覚的にやってるのかなっていうのはあるように感じます。ただ、例えば、これ何？とか、これは何ってよくね、この年、2歳ぐらいだとたくさん出る質問なんですけど、それは例えばスペイン語だったり、あと、はい、いいえ。はいは、スペイン語だと死って言うんですけど、
それは日本語で質問しても必ずしとかノーとかって書いてきますね。なんか不思議ですよね。それもな、多分あの成長に家庭によってどんどんこう変化していくんでしょうしね。今はそういう使い方をしてらっしゃるんでしょうけど、またそれがね、こう変わっていく過程もね、どんな風になっていくのか興味深いですよ、ね。そうですね。はい。そのお子さんの中では、語言語を学んでいるというか、自分が使っているっていう認識は持っているものですか？だから今のところはやっぱり、まあ、私が幼児日本語教師っていうのを息子を出産のきっかけに学んだんですね。やっぱこういうふうにマルチリンガル環境、マルチ文化環境で育っていく子どもたちがどういうふうに言語習得していくのかっていうのを一応体系的にセオリーとして学んだんですけれども、やっぱり3歳ぐらいまでは言語という認識を持つことがまだ難しいみたいです。で、でも、さっき申し上げた通り、なんかその、先にスペイン語でパッて出ちゃったことを後で言い換えたりとかしている様子を見てると、なんとなくその感覚的に、あ、この人とはこの言葉を使わなきゃいけないのかっていうのを、まあ試行錯誤しながら感覚的に使っている様子は見受けられます。で、こんなことはあるかっていうところは、よく聞かれるんですけど、そんなに語言語もやって、なんか大丈夫なのっていうことは聞かれるんですけど、生まれた瞬間からこういうマルチリンガル環境にいる子どもたちって、意外とそれが当たり前なので、なんかこの言語とこの言語が混ざるからややこしいとか、そういうことは考えずに、さっきも言ったように感覚的に、こう、自己表現をモチベーションに伝えることを目標に言語を使っているので、意外に大丈夫です。逆に、例えば、ある程度、一つの国で一つの言語で育ってきて、それが自分の、言葉として成り立っているところで、次の言語が入ってくると、やっぱりそこは、その時の発達具合と年齢とかね、いろんな条件にもよるんですけど、その方が難しいのかもしれないですね。そのあたりはでも、まさに、さえさんが、海外移住をされたので、どうなのかなってお伺いしたいんですけど。はいはい。うちもですね、そうなんですよ。3人子供がいまして、今15歳、13歳、7歳なんですけど、上の2人と、やっぱインドネシア語の習得具合が、違うなっていうのはちょっと私も感じる。あ、止まりかけかな。大丈夫ですか？インターネット回線がね、時々止まっちゃうみたいで、ね、3カ国になってるので。はい。で、そうなんですよ。で、特にやっぱり一番下の、末っ子がですね、5歳の時に、こっちに来てるので、最初に出た言葉が本当にインドネシア語だったっていうか、別に教えてもないんですけど、なぜかインド語をポロッと喋るようになって、学校にまだ行ってなかったんですね。最初の3ヶ月は学校にまだ入学する時期じゃなくて、待機してたんですけど、家で待機してただけなのになんかこうインドネシア語がポロッと出るようになって、特に私が教えたわけでもない、これいくらっていうインドネシア語を急に車の中でポロッと言い出して、でなんかドライバーさんがびっくりして、ほーみたいな、なんかそんなことがあってですね。そう。で、上の二人はもう本当に中学生とか小学校高学年でこっちに来てるので、追加のこととしてインドネシア語を学んでるって感じなんですよ。日本語がもう
ありまして、そこにうちは英語をこうプラスしてきたような感じで学んできたんだけど、まあだから2番目が英語ですよね。で、そこに今インドネシア語をなんかこう追加してるような感じなんですけど、ちょっとだから次男は多分英語は今すごい伸びてるんですけど、インドネシア語もかなり分かってるなっていう印象です。うん。やっぱその使い分けとかも彼の中では、インドネシア人の先生とか、ね、街中でインドネシア人の、まあ、お店の人とか、そういう人には、インドネシア語で喋ってみたりとかして、こう、人によって使い分けはやっぱ自分でなんか、その場に合わせてやってる感じですね。うん、うん。なのでやっぱその、どんな環境でその言語を習得しているのかによって、もうすごいね、こう、変化があると思いますし、で、うちの場合やっぱ兄弟3人いるので、その、なんていうか、違いがね、結構、比べながら私も見れるんですけど、うんうん。そうそう、だから、逆にこう、面白いなと思って、同じタイミングで来て、同じぐらいこう、触れてるのに、出てくる量は違うとか、理解できてる量が違うなとか、そういうのを感じながら。兄弟間はどうですか？兄弟間は何語で話されてますか？兄弟間はね、やっぱ日本語が多いんですけど、ポロッと出てくる言葉が英語だったり、インドネシア語はね、あんまり本当、インドネシア語でやり取りしてる兄弟間の会話ってほぼないんですけど、あのね、面白いのが寝言で、できたり日本語が出てきたり、ちょっとインドネシア語が出てきたりするんですね。だから、すごいですよね。まあ、本当無意識じゃないですか。だから、見てる夢の場面に合わせて出てるんでしょうけど、今、英語で喋ってるとか、もう今、日本語だったなとか、なんか私も寝言で聞きながら、なんか面白いなと思って。いやでも素晴らしいです。兄弟間でね、日本語を話してると、日本語を継続することにもつながってきますし、やっぱりね、今住んでらっしゃる環境が日本語環境ではないと思うので、うん、兄弟間で日本語で会話しているのであれば、その、一番ね、下の子が、なんかインドネシア語が例えば、楽になってきたとしても、お兄さん、お姉さんから、わかんないですけど、日本語を学んでいくことができるので、すごくいいと思います。そうですね。あと、なんか今ちょっと直面してるのが、やっぱりこう、語彙の問題なんですね。上二人が、やっぱりこう、日本語の本を読むタイミングというか、機会がほんと少ないので、語彙をどうやって増やすかっていうのはすごい私も今最近考えているテーマなんですけど、なかなか触れる機会がない言葉は本当に身についていかない。そうですよね。してるんですけど、娘がなんかこの前配給制度っていう、その配給って何みたいな、その語彙がわからないっていう、なんかそういう場面、そうなんですよ、出てきて、だからそういうね、やっぱこう、場面をどんどん作っていって、日本語に触れていって、語彙を増やしていくってことをしていかないと、こっから先、日常会話はいいけど、例えば本を読んでいくとか、ね、そういう難しいドキュメンタリーを見ていくとかってなった時に、多分こう理解できない言葉がいっぱい出てくるのかなって思ったりします。いや、でもそれすごく大事で、今日、ミさん。どうぞどうぞ、すいません。いい、私もすごく、すごく心配してたんですよね。うちの子たちも二人、イギリス生まれ、イギリス育ちで、一度も日本で学校に通ったことがなくて、で、もう、最低限、まあ、日常会話は家でして、まあ、土曜日にちょっと補習校っていうところで国語のね、教科書は読んだりしてましたけど、でもやっぱり週一回だと、全然身についてないっていう感じが、親としてはずっとあって、
すごく悩んだところもあるんですよね。このまま本当にできない、まあ日常会話といっても、最低限親と喋ることしかできないと、やっぱり敬語とかがやっぱ難しいじゃないですか、日本語って。だから、それすごく心配してたんですけど、最近いいことにですね、世界中で日本のアニメがすごくやっぱり流行っていて、で、いち早くやっぱり、ストーリーを見たいってことで、子供たちが、見出したんです。日本語でアニメを。それから、すごくボキャブラリーが増えたんですよ、実は。で、私もちょっとね、ま、漫画より本でしょみたいな派だったんですけど、いや、全然これ効果あるな、みたいな感じで、で、やっぱり興味を持つと、先ほどのね、鈴鹿さんのお話じゃないんですけど、興味を持つと、やっぱり自分から調べようとか、聞いてみようって思うみたいで、さっきこのシーンを見てたらこういう言葉が出てきたんだけど、これ何？とか、自分で調べたりすることが増えて、とってもね、理解が深まってきたんですよ。でももうね、歳で言うと17歳なんで、今更って感じなんですけど、やっぱりその土台があると、その上に乗せていくのがやっぱりとってもこう楽になるのかなっていう、感じをしてますね。横で見てるだけですけど。アニメもね、素敵なんじゃないですよね。本当にいい時代だなって思います。そうですね、本当。結構ね、難しいストーリーのアニメとかもあるじゃないですか、大人用の。ね、ドラえもんだけがアニメじゃないぞっていう感じで。なんかそういうのを見ながら、親子で、やっぱりこうね、私イギリスなので、まあ、イギリス人のお父さんと子供が一緒にアニメを見て日本語勉強するとかあるみたいですね。そう、なんかそういう意味では、そういう意味ではね、なんかいろいろあってね、今は本当 YouTube とかも、ね、本当に本当に、なんかそう、だから日本語ってマイノリティ言語になってしまうじゃないですか、世界的に見ると。でも、すごくありがたいのは、日本っていう国はすごい世界に誇れる文化がたくさんあったり、技術もあったり、食もね、世界に誇れるものがたくさんあるので、そういう意味では子供たちにとって学びたくなる、やすいというか興味関心もたくさん日本とつなげられるものがたくさんあるので、そういう意味では本当にありがたいですよね。本当ですね。私本当ちょっと恥ずかしながら英語が全然ダメで、お母さんたち同士で話をするときとか、ちょっと英語が全然ダメでごめんなさいみたいなこと言うと、なんか全然大丈夫、私も日本語ダメだからみたいな感じで言ってくれたりとか、で逆にその日本に対して興味を持ってくれてて、片言でも日本語でこう話してくれたりとか、もう大丈夫かな。なんかそういう場面とかあって、やっぱ日本っていう国に生まれたっていうのはね、すごい私も世界に出てみて改めてなんかこう良かったっていうか、ありがたいなって思いますね。そういう意味では、スペインでは日本のイメージとか、どうなんですか？親日派の人が多いんですかね、やっぱり。そうですね。それもありがたいことに、日本と、実はここの、今私が住んでる町はパンプローナっていう町で、牛追い祭りで有名なところなんですけど、そこは日本と、姉妹都市、山口県山口市と姉妹都市であったりして、そう、すごく日本に対して興味がある方も多くって、なんか禅の暮らしとか、あったりするんです。なんか、イギリスでも流行ってた時期ありましたね。禅が。そう。で、なんか、それについてすごいいろいろ聞かれたんですけど、私自身はあまり知らなくて、してるんですけど、本当に私よりもなんか歴史とかに詳しい方とかも
いらっしゃったりして、うん、だから、でもそれは子供たちにとっても、プラスだと思うんですよ。ある地域によっては、やっぱり、日本を、